野獣死すべしは、1958年に発表された、大藪春彦のデビュー作となる、ハードボイルド中編小説。早稲田大学の同人誌に発表され、後に講談社をはじめとするいくつかの出版社から刊行された。電子書籍版や映像作品も制作されている。本校では、派生作品、野獣死すべし復讐編、野獣死すべし渡米編についても説明する。野獣死すべしは、大藪春彦が、早稲田大学在学中、2年生の春休みに、大学ノートに書き留めたものである。作者はここで、裏返しの青春を描こうとしたという。主人公は、アプレゲールの生き残りで、既成の社会を無視してのし上がろうとする。伊達邦彦は一度徹底的に傷ついた人間が、悪霊として生まれ変わった存在だとしている。本作は、はじめ友人たちとの同人誌、青縁に発表されたが、これを目にした、同大英文科の教授で、早稲田ミステリクラブの顧問である、千代雄三が、推理作家の江戸川乱歩に勧め、乱歩は本作を当時自身が、編集長を務めていた、雑誌、宝石に、全文掲載した。乱歩は、詩上で、推薦の辞を述べている。5月初めに発行された、文学同人雑誌、青縁の創刊号に、WMC 会員、大藪春彦さんのこの作が載った。WMC 会長、千代雄三さんがこれを本誌に推薦され、私も一読して、大変感心したので、160枚の長いものだが、思い切って一挙に掲載することにした。これは異常の人生観を持つ一青年の大量殺人物語。拳銃による10人斬り、20人斬り、30人斬り、ハードボイルドの机龍之介である。江戸川乱歩以後、野獣死すべしは注目を集め、毎日新聞で大藪の特集が組まれ、1959年には仲代達矢主演で映画化されるなど、作者は新進ハードボイルド作家として脚光を浴びる。大学院に籍を置く学生、伊達邦彦は戦争で心に傷を受けた世代の生き残り。普段は物静かな秀才として平穏な日々を送っているが、それは表向きの顔に過ぎない。彼の心の奥底には暗い憎悪と熱い怒りが渦巻き、影では射撃、スポーツ、特殊技術の習得にストイックに没頭していた。この世で信頼するものは、金と武器、そして力。やがて彼は、心に救う闇と、日頃培った能力を解き放つかのように、空前の完全犯罪を計画する。最初の殺人、強盗を犯し、逃げおせる伊達。ただ己のみを信じ、何者をも拒むローンウルフ、伊達邦彦。野獣は、野に放たれ、物語は幕を開けた。署名は突起のあるものを除き本校に準ずる。前作でアメリカに逃げおせた邦彦はハーバード大学の修士課程を終え、コロンビア大学大学院の博士課程へ進んでいたが、かつて父の会社である新満製油を乗っ取った矢島祐介の御曹司正行が邦彦の妹、秋子をたらし込んだことを知り、急遽大学院を中退して日本へ帰国する。父の仇を討つため、邦彦は経済界の怪物とまで呼ばれるようになった矢島の経営する京急コンツェルンに戦いを挑む。署名は突起のあるものを除き、本校に準ずる。仲代達矢と藤岡弘、が主演した東宝作品は2006年7月に大藪春彦没後10年企画として DVD 発売された。ありがとうございます。